高野豆腐は水につけて戻し、ぎゅっと絞ろう。白菜と高野豆腐は一口大に、人参は2ミリ幅のいちょう切りにします。切り干し大根はキッチンバサミで長さ2センチに、干し椎茸は手でちぎります。だし汁に野菜を入れ、中火で5分煮ます。だしパックを取り出し、切り餅を手で割り入れよう。薄口醤油と塩で味付けをしたら出来上がり。ボウルに味噌 90g、 顆粒だし 5g、 乾燥わかめ大さじ1、キッチンバサミで細かく切った切り干し大根 5g、 きな粉大さじ1、かつお節小袋1パック、スプーンで混ぜ合わせます。5等分にして手で丸めて、両面に青のり、とろろ昆布、干しエビ、お麩、お茶漬けなどに使うブブアラルなどを好みでトッピングして完成。